やっぱトイックは難しい難しいっていう声が、はい、じゃあちょっと満点講師の目から見てどうなのか3 and 4が難しくなったということで、ちょっとだけ教えてあげてくださいよこの速読のことをちょっと教えてあげてくださいよ。さあ始まりました、もちチャンネル。さあ今回はですね、はい、トイックのいつもライブの相方としている清田先生ですね。よろしくお願いします。はい、トイック満点講師です。ごめんなさい、はい、デス講師ですね。はい、噛みまくってますけど、私ね、夏季講習中で編集する時間がほぼほぼないので、結構少しばらくしゃでそのままでいって、テロップもほぼほぼないかもしれませんが、やっぱトイックは難しい難しいっていう声が、はい、いや前めっちゃ難かったって言ってたのに、また今回最強に難しいんじゃないかとかっていうね声も出たりしてるんでね、僕もそのトイック難しいっていうのは出したんですけど、動画としてまあ結構伸びたんですけど、最近難しすぎへんみたいなね、動画のアイデアがなかったから出しただけだったんですけどそういう方が伸びちゃうとかってよくあるんですが、じゃあちょっと満点講師の目から見てどうなのかですね、はい、はい、ちょっと聞いてみたいんですけど、なぜ難しいかってことですか。わかりました。じゃあリスニングとリーディングに分けて言おうと思うんですけど、はい、まずリスニングに関しては、はい、まあ、パート1が難しくなってるのと、はい、あとまあ3、4が難しくなってる、うん、ってなるほど思います。でパート1に関しては、うん、なんか難しい単語が使われたりとかで、はい、もう最近の上級者の人でも1、2問分かんないとかあるじゃないですか、はい。ただこれは1、2問間違えてもいいぐらいの気持ちで臨んだがいいのかなって思います。なるほど、はい、6問中のそうですね。だから正解じゃないのにもはぁみたいな、こんなん初めてだわっていうのが、だから前回も今回も初めて聞いたのがありました、まあ、知ってますよ、うん、表現としては知ってるけどそんな風に使うんだっていうのは出てたんで、やっぱパート1のレベルが上がったっていうのはすごく思ってますね、うん。まあ、パート2はねもう16年の段階でガーンと一気に上がったんで、レベルがやっぱそのままですね、据え置きって感じですよね、はい。パート1に難しく感じちゃって、はい、それを引きずっちゃうのが良くないかなと思うんで、もう2ミスぐらい許容と思って切り替えてやるっていうのが大事かなと思います、うん、なるほど、いいこと言ってます。はい、じゃあパート2はそのままだけど、うん、3 and 4が難しくなったということで、そうですね、それはどういうことなんでございましょう、はい。じゃあ3、4を2つに分けると、はい、まず本部の聞き取りの方ですね、はい、に関しては場面が想像しづらいとか、そうですね、本当そうっていうトピックの多様化が一つあるかなと思います、はい、あと純粋に聞き取りがこう早くなったりとか、うん、ただもう一個あるのが選択肢の方です、はいはいはい、パート3、4ってあの先読みしなきゃいけないんで、うん、選択肢がなんか昔に比べて長くなってたり、はい、複雑な文だったりっていうのがあるかなと思います、うんうん、最近キス問題集あるじゃないですか、はい、それの1をこう今解いてたんですけど、韓国のやつですね、はい、そう、今3が一番新しいと思うんですけど、うんうん、明らかに選択肢が短いんですよ。おー、なるほど、そう、うんうん、だからそれだと解けるけど長くなると先読みが追いつかずに解けない、うん、人が結構いると思うんで、先読み対策ですね、うん、パッとこう見て長い文もちゃんとイメージができるっていう状況を作れていくと対応できるかなと思います、うん、そう、韓国にはね過去も売ってるんで、その気質問題集っていうので、まあ、1、2、3と1が一番古いやつですから見ていくと長さが違うっていうのが分かる、ね、そうですね、分かります。僕もその今回先読みどれぐらいのスピードでやってるのかを実は測りながらやってたんで、はい、読めちゃうやつは、ね、前のセットのクエスチョンが流れる1つ目でも全部読めようってるんですよ、うん、3つで、むずいやつだとやっぱ2問目までとかって言ったりするんで、やっぱり違うんだなっていうのは分かりました、長くなると。まあやっぱり意図問題とかがあるとね、長いんで、設問自体が長いんで、はい、時間がかかるとかあるんですよね、はい、難しくなってる理由だと思います、はい、でも先読みに関してはしっかり対策すればいいと思うんですけど、うん、自分過去に先読みのセミナーっていうのやって、おー、なるほど、それで結構うまくなってる人が多いんですよ、はいはいはい、ちょっとだけ教えてあげてくださいこのそんなね、こう出し惜しみしないでちょっとだけ言ってあげてくださいよ。わかりました、まあ、これ他の動画でも話したことあるんですけど、はい、先読みと本文聞くのを同時にやっちゃうからこう大変なんですよね、はい、でしかもこうパート3、4って聞くのと先読みするのとあとマークをするの、はい、この3つを同時にやっちゃうから結構アップアップっていうのがあるんで、うん、はいはい、聞いてる時には聞くことに集中するために聞いてる最中はマークを塗らないと、うん、なので選択肢をこう左手を使って指でこう押さえるっていうのをよくお勧めします。指で押さえて音声聞こえたらこれ塗るってですね、そう、そうです。え、塗りながら次の先読みするんですか。3問分かったら、はい、一気に塗って、はい、次に行く。なるほど。ですけどまた塗る時もちょっとコツがあって、はい、全部塗らずに、はい、こう外側だけちょんちょんちょんって塗ってください。ああ、なるほど、それだったら早い。じゃあ最後終わった後に全部塗るってことですね。そう、そうです。あ、各パートが終わった後に全部ガーって高速塗ると一応その時間はこう塗ることだけに集中できるんで、うん、聞く時には聞くことに集中できると、はい、そういう、まあ、工夫、そうやってやってる人いますよ本当に、はい、指取れちゃったらどうするんですか。大変、はい、はい、そしてはい、
じゃあ次リーディングですね、はい、パート5とパート7が難しくなってるかなと思います、はい、でパート5に関しては純粋に問われてる文法事項とか、うん、表現のコロケーションとかのレベルが上がってるかなっていうのがあります、うん、これに関してはもういくらをしててもこう十分じゃないぐらいのつもりで、うん、こう日頃のインプットですね、はい、をしっかりやっていくといいかなと。そうですね、文構造が複雑なの多くなりましたね。こんなの出るんだっていうね、まあ、選択肢の並びもこんなのあんだみたいなの結構出てますからね。だからこれまではトイックの範囲でこれは出ないでしょうとか、うん、でのこう退けてこう避ける傾向とかあった人に関しては、はい、もうそういったものでももう英語の文法とか、うん、英語の語彙としてどんなものでも吸収するっていう姿勢が大事かなと思います。わ、はい、うん、かります、はい、むずくなってます本当に、はい、こんな選択肢の並びあったのみたいなのも出てますからね今ね。昔には出てこなかった形式があるっていう印象ですね。でパート6に関してはあんまり変わらないかなと思うんですけど、まあ、ただパート6もその独立型と文脈型ってあるじゃないですか、はいはいはい、その場で解ける問題と、うん、ちょっと文脈こうヒントが離れたところにあるとか、うん、っていうのを苦手としてる人がやっぱ多いんで、はい、きちんと文脈を追いながら根拠が離れたところになるのも探しながら読むっていう癖ですね。そうですね、やっぱ文挿入問題が難しいって思うことがありますね。私今回もそうでした、すごい悩みましたし、やっぱり辛い。まあ、今回の回はそこまで他の文脈の語彙問題とかは楽だったんですけど、やっぱむずいな、むずい。厄介だった。なんかパート7に通じますけど、きちんと根拠をこう持ちながら答えるっていう勉強法ですね、うん、はい、それが大事かなと。はい、じゃあ最後はパート7ですけど、はい、パート7に関してはまず本文中でこう難しい単語とかが結構出てきてるかなっていうのがあります、はい、そうですね、やっぱりさっきのねライブでもこういう難しい単語出てましたっていろいろ出てたんですけど、うん、まだまだもったったよって言いたかったです。まだもっと難しい出てたよ、うん、だからまあ語彙もどんどん増やしていく、まあ、これがパート5の語彙問題の対策にもなると思うので、やっぱり単語は大事かなと思います、うん、はい、で一方で本文読めたけど間違える問題も結構増えてるなと思って、はい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 、でそれがやっぱり選択肢ですね、うん、で選択肢が引っ掛けが巧妙になってたり、はいはいはい、あと言い換えがこうなのでちょっとストレートじゃないというか、うん、ちょっともう一段階踏み込んだ言い換えになったり、はいはい、っていうのがあるんでここで結構盲点かなと思うんですけど、うんうんうん、本文が読めるだけじゃなくて質問選択肢が正しく読めるっていう力が大事かなと思います。はははでこれはですね、あの講座を受けてる方とかにはよく言ってるんですけど、解き終わった後とか、うん、復習として勉強するじゃないですか、うんはいはい、でその時にこう本文を精読する人は多いんですよ、うん、はいはいはい、多いですね、もちろん、はい、きちんと理解するとかですね、うん、ただそれだけじゃなくてこう質問と選択肢まで和訳とかと照らし合わせながら正しく理解してるかっていう勉強すると引っ掛けに引っかからないとかっていう状況が作れて、本文も読めて成果が選べるっていう状態が作れていくかなと思います、うんうんうん、それが大事ってことですね。やっぱ選択肢を甘く見てる人多いですか、うん、もっとちゃんとやれよってことですかね、選択肢。そうですね、意外と読み間違えてたり、うん、まあ、それによって間違えてるってこと多いんで、うん、本文だけじゃなくて質問選択肢まで全部精読するってことですね、はい、なるほど、ここが大事と、その力がやっぱりみんなついてないと、うん、ちょっとじゃあ速読のコツをちょっと教えてあげてくださいよ。どうやったら早く読めるのかみんな悩んでます。早く読めないよ、終わらないよ、終わらないよっていう人たちに向けて。そうですね、速読って言って難しいですけど、うん、まあ、まず一つはこうゆっくり読めないものは早く読めない、うんうん、っていうのがあるので、まず一文一文を正確に読む練習をしましょうと、うん、はい、で一方でもう一個あるのはこれトイック大事だと思うんですけど、うん、一文を訳しながら読めたからといってそれがこう英文全体を理解できてるとは限らないなと思う。そうですね、なんか自分はこう精読を2つに分けてるんですけど、うん、こう木の精読と森の精読って分けた時に、なるほど、木の精読は一文一文のいわゆる精読ですね、 S 部用紙とか、うん、ただ森の精読ではじゃあその一文で結局何を言いたいのかっていう、うん、まあ、要約みたいなものだったり、はいはいはい、その文と文がつながっていく時のこう流れだったり、うん、この段落では結局何言いたいかっていう、まあ、一段落一概念とか、はい、その辺の意識も大事だなと思います、うんうん、だから細かく読みつつも要点をつかみながら全体の流れを追っていく、はいはい、っていう2つのことをできると早く正確に読めるっていう状態が作れるかなと。なるほど、木と森両方大事だよってことですね。そうですね、これを忘れずに皆様実践してもらえればと思います。はい、じゃあこんな感じで清先生ね、トイックのプロに聞きましたんで、なぜトイックが難しくなっててどうすりゃいいんだまで話してくれましたんで、参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。清さんの Twitter も貼ってありますので、はい、ぜひそちらも見ていただきたいんですけど、普段はトイックアカデミーというので、どういうことをやってるんですか？あ、そうですね、もうトイックの LR 対策から SW 対策まで、はいはい、講座もいろいろ分けてやってるので、うん、まあ、気になるものから受けやすくなってます。なるほど、オンラインのやつですね。そうですね、グループレッスンもあるし、マンツーマンレッスンもあります、はいはい、ぜひともそちらもチェックしてみてください。はい、今回は清さんにおいでいただきました。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching、はい。